この動画は皆様のおかげで成り立っています。ありがとうございます。ここが本日泊まる客室でございます。眺めがね、格別にいいんですよ。あいにくの曇り空なんですけどね、目の前のこの山、もちろんね、この蔵王温泉メインは冬になるんですけども、多分ここちょっと皆さんとこの辺ですね、スキーで滑るところなんじゃないかなと思います。今年ね、あと1ヶ月ぐらいすれば、1ヶ月、2ヶ月ぐらいすればね、紅葉の時期になってくるので、より一層ね、この緑がね、綺麗な茶色に染まると思います。はい、6時になったので、今から本日の夕食のお時間でございます。もぐもぐタイムってことですね。よいしょ。食堂がこの下って書いてありますね。それ赤テープって何ですか。ちょっと僕後で気になりますね。今回の夕食は三元豚の豚しゃぶコースです。他にもね、いろんなコース、まあ、やってない時期もあるようなんですけども、あるようで、ジンギスカンも他に選択することもできました。ただ今回はね、リッチに三元豚の豚しゃぶコースを食べていきたいと思います。そしてね、この後温泉に入って、そして、就寝いたしました。温泉気になる方はね、他に動画上げてるのでね、そちらをご覧ください。はい、こちらがね、蔵王温泉の鈴の屋さんの、朝食でございます。僕はね、とってもいい量でした。俺、僕ね、朝ごはんね、そんなに食べれないんですよ。でもね、とってもね、お味噌汁も美味しくて、そしてね、他のご飯もね、適量適量、そしていろんな種類のやつもね、お漬物とか煮付けとかあったのでね、とっても美味しくいただきました。はい、皆さんおはようございます。蔵王温泉2日目でございますね。外は、はい、霧でございます。さっきはね、ここにね、蔵王温泉のゲレンデが見えていたんですけども、今は全く見えない状況でございます。まあ、朝だから山なんてこんなもんかなとは思うんですけどもね、僕も北海道に住んでる時は、全然朝はもう霧とかいうのは普通でしたんでね。今の時刻は、こんな時間です。9時15分でございますね。9時40分の蔵王温泉バスターミナルから出る山形行きのバスに乗って、そして自宅の方に帰りたいと思います。といってもね、ここからまた、まあ、運時間の旅、8時間ぐらいかな、まあ、旅になっては来るんですけども、今回はね、どこにも寄り道せず、てか寄り道したらむしろ帰れなくなってしまうんでね、明日朝から仕事なんでね、だから今回は寄り道せずに来た道を元に戻ってまいります。ではね、このままチェックアウトしていきたいと思います。はい、よいしょ。はい、今外でチェックアウトしたところになります。いやー、何も見えない日ですね。山にね、いつも住んでた人とかはね、霧なんてね、まあ、いつものことだよって思うかもしれないですけど、都会人の僕からしてみたらね、まあ、霧なんてもう、ああ、すげえ光景だ、旅行に来たみたいな気分になれるんですよ。山肌とか全く見えませんね。ただとは言いつつもね、僕も北海道には先ほど住んでたってお話をしてはいたんですけど、もう霧どころか毎日もう真っ白でね、車なんてもうゆっくり動かさないと危ないくらいでした。で、ここからね、
蔵王温泉のバスターミナルまで向かって、そして山形駅に向かいたいと思います。でも、今、時間が9時21分なんで、あと20分くらいですね。時間としては結構余裕を持ってはいる方にはなるんですけども。では、ここからバスターミナル向かいたいと思います。もうこんな感じですね。後ろはこんな感じ。あ、もう見えません、何も。こんな感じで自動券売機があります。よいしょ。はい、いやー、蔵王温泉とっても良かったです。本当はね、ケーブルカーとか乗ってね、観光をしたかったんですけどもね、まあメインはね、今日は温泉だったのでね、まあ観光の時間あれば行ければらっていう感じだったんですけども、まあ、今回はね、ちょっと観光の時間がなかったのでね、温泉だけになりました。でね、ここからね、山形駅に、バスで向かいたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると今後の動画制作の励みになりますので、とても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているので、ぜひご視聴ください。